段は学生でした。ここではスタジアンタムが男性系同格です。イワンブロスタジアンタム。もう一つの例です。アナブラポピュラーネ、彼女は人気者でした。ここではポピュラーネが女性系同格です。アナブラポピュラーネ。ただし同格にしない例も見かけます。ですが現代ロシア語では同格にする方が普通でとてもよく出てきます。二つ目は栄光、名誉を意味するスワーバという単語と旅客を組み合わせた表現を紹介します。トピックではスワーバスロドン、労働に栄光あれというスローガンがありました。労働を称えるという考え方はとてもソ連らしいです。他にもよく知られたものにスワーバキャプレッセ、ソ連共産党に栄光あれというスローガンもありました。このカーテ SS はコミュニスティチュスカヤパーティエサディスカバサユーズの頭文字を取ったものです。 SSSR もそうですが、このように略語として使う場合は格変化はしません。現在スワーバを用いてよく使われるのは次のような表現です。Как прошла операция? 手術はどうでしたか? Слава Богу, все хорошо закончилось. おかげさまで全て順調に終わりました。ここで出てきた Слава Богу という表現は直訳すると神に栄光あれですが、現代ではこの文字通りの意味で使われることはほとんどなく、おかげさまで、ありがたいことにという意味です。普段の会話の中でよく耳にしますね。ですが、かつて無神論の国であったソ連の時代には、神を表す「ボ」という言葉を用いたこのような表現は基本的に使われることはありませんでした。これはソ連崩壊後に復活し、使われるようになったのです。Как прошла операция? Слава Богу, все хорошо закончилось. Давайте поговорим.今日はメーデーについて取り上げましたが、ナタリア先生はメーデーについてどのような思い出がありますか？Праздник 1 мая был прежде всего праздником весны и тепла. Конечно, как все советские праздники, он был подчинен советской идеологии. В день 1 мая под общим лозунгом «Мир, труд, май» колонны демонстрантов проходили перед трибунами.И приветствовали своих вождей. Громкоговоритель объявляли ведущие. Заводы, университеты или, например, больницы. Поравнявшись с трибунами, люди громко кричали «Ура!». Особенно хорошо помню первомайские демонстрации в мои студенческие годы. Мы были молодыми и ждали с нетерпением, когда пройдем перед трибунами, прокричим «Ура!». И наконец станем свободными. Будем целый день гулять по городу, встречаться с друзьями и весело проводить время. Хорошо, спасибо. この件はまた第一の春と暖かさの祝日ですから、もちろん他の記念日と同様、ソ連のイデオロギーのもとに戻りました。この日は平和、労働、5月という共通のスローガンのもと、重たい乗り